ディオ。どうもこんにちは。こんにちは。ななちゃんです。七不思議の吉田モーモーです。わがみのぶです。よろしくお願いします。今回コラボ会でございます。はい。素敵なコラボゲスト来ていただいております。小焼きスタジオの二人です。親友がね、ありがとうございます。親友さんの人側の友達の代表投影でしょ。そうなんです。人間側の猫側僕いっぱい友達いるんですけど、人側の友達非常に少ないので、いや、やっと友達できたって喜んでるんですよ。いや本当に僕も喜んでます。生きづらい世の中ですからね、頑張っていきましょう。でね、そっちが2人イチャイチャしてる間に僕は小焼さんにね Vlog 読んでいただきまして、そうなんです。もう今日ほんとテンション高い、ずっと僕は。おー、こんなテンション高い僕ないっす。マジっすか？本当に。もう何年かに1回来る彗星ぐらいの確率です。めちゃめちゃ低い確率でローテーションなんですね。そう。なるほど。そうなんです、ね。めちゃくちゃ好きなんです。ありがとうございます。絶対視聴者的に伝わらない引き肉やってたもんね。あ、まあ、こうやってた。流したいよ、そんなの。そんなのなそんなの流したいよ。目について言わなきゃと。きっちり使わせていただきます。ね、ここの部分は。テロップ入れて。はい。わかりやすく、スローでやりますと。今、コエッキーさんが引き肉やっています。やりました。はい。ということで、はい、あの今回なんですけども、僕が小安田さんの信じられない話の方に出させていただきまして、はいはい、そうなんですか。そうなんですよ。あんたいなかった。信じられない。そこは信じましょう。知らないでしょ。いや僕は知らなかったですよ。僕ね、てっきり東洋君言うと思ったんですよ、はいはい、そしたらあのでっかい東洋君のテロップじゃない、あれなんていうんですか、パネルですか。パネル、うん、というかのパネルが置いてあって、うんうん、で一緒にね出番やったタックちゃんと一緒に、うん、なんでみたいになってて、マジなんでで本番始まったら、はい、小焼さんが東野の方は、うん、甲子園の方に、あ、そうか、阪神の、そうよ、まあまあ仕方ないよね、優勝とね撮影どっちが大事かって優勝よね。それは阪神側の意見ですよね。そりゃそうだろ。いやいやいや、それはそう。でその時にちょっとですね、あの信じられ話を MVT に選んでいただきまして、はい、なんで今回ですね、ちょっとその時にですねコラボお願いしますということで来ていただきました。よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。でですよ、はい、今回、都市伝説というかね、あの我々チャンネル怖い話なんで、そうですね、怖い話よりもお話を持っていただいている。いや、そうだからちょっと僕も普段怖がりなんで、うん、あんまりオカルトとかそういうふうに寄った話しないんですけど、はい、まあ、僕の持ってる話はちょっと怖い系のものを用意しました、今日は。はいはい、ありがとうございます。いや、もう本当にこう、ゾッとしたんですけど、まあ、ちょっと入りから言いますとね、はい、僕、結構、ツイッター、まあ、今 X ですね、はい、追廃みたいなもんなんですよ。うん、まあ、朝起きて、まずツイッターをチェックする。うん、まあ、トイレしながらもツイッターチェックする。はいはい、お風呂でもまずツイッターチェックする。まずは LINE の前に僕、ツイッターを見る癖が結構あって、うん、それパッてこう見たときに、この前ですよ、あーっつって、眠いな、つって見たら、おはー、朝サウナいい感じっていうのまあついで見たんですよ。うん、あ、そう、まあそこいい人かっつって。で、また翌日、パッて目覚めて、まあ見たら。経営者だから朝早く起きてコンビニで菓子パン買って1時間意味のなくEテレで真顔を見てる。はあれ関口あ、あって。で、翌日でしょ。パッ。まあ正直言っちゃうと、スイカやりたいよな。え、関口健太の呪いにかかってる。いやいや、たまたまでしょ、見たところ。画面開くと、関口健太しか映ってない。怖い。これね、嫌な呪いですよ。あの、御社さんにクレーム言いたくて、あの、イーロン・マスクと繋がってる。俺の靴の中に毎回関口健太現れるの、なんだろう、怖い。なんで今日いないんだ。今日いよ、今日いよ。やろうと思ったら、俺へんで、何やねん、それと思って。ほんまやわ、なんで折れへんの、あの人ね。結構そういうなんか、つぶやきをね、そう、盛んにされてるっていうのはちょっと。そう、僕本当にね、あのね、まあ、ツイッター上でね、そういうふうに発言されてますし、ちょっとぶっ飛んだ感じで映ってますけど、すごいあった丁寧な人で、はい、まあ、会った時に、あの、追跡ね、ちょっとぜひ小焼さんもこれ、ぜひ出ていただきたいんで、ちょっと温めてるんで、ちょっとええところで読みますって。はい、終わっとるやろ、これ。これは、そうしたいな。なんでいないんだ、お前は。だから、こういうめっちゃ怖いよ。びっくり
りしたよ。トワヤ君が追跡の1回目のゲストだった。そうなんですよ。そうなんですよ。ちょっとこれ、俺、ええって、俺、怖い、そんな苦重いなぁ、とか、はい、終わりました。楽しみにしていただいたんですね。なんで？すいません。追跡を追跡した、俺。どういう状況今、と思って終わったんやつ。終わってるやん。終わってしまった。これまず一番オカルトね、今日。びっくりしちゃったね、これね。本当に。いいんです、関口健人さんのお話は今日。置いときましょう、それ。はい。まあ、僕といったらですね、コアキースタジオで政府関係者のお話を結構するのもあるんですけど。どういうジャンルの YouTuber でもね、人怖と言いますように、人が一番怖かったりするわけじゃないですか。そう思うと僕ね、じゃあ七星剣めっちゃ大好きですけど、はい、初対面、うん、いつだったか覚えてる？初耳階段の。そう、初耳階段のテレビ収録の場で初めて紹介されたんです。はい、はい、でもそれまでもちろん存じてましたけど、はい、うん、わ、さすがの芸人さんトークうまいなとか、僕がちょっと困った時にすぐ助け舟出してくれたりね。確かに。でそこで仲良くなって、じゃあ一緒にコラボ撮りましょうってことで仲良くなってたんですよ。はい、はい、だそもそものきっかけって初耳階段さんなんですね。はい、はい、はい。そうだ、その時にも、政府関係者の話を僕を話して、はい、まあ、唯一っていうか持ってるお話がそれしかなくって、はい、その時話したのは、渋谷の通り魔のね、事件をお話ししまして、まあ、簡単に説明すると、渋谷にですね、まあ、とある、まあ、坂があって、そこで、まあ、殺人事件が起こりますと。で、どういう話だったかというと、乳母車を押した、お母さん、女性ですね、がですね、通りすがりの全くよくわかんない男性に刺されて殺されてしまったというね、うん、残忍な、まあ、事件、本当にあったんですけども、で、それがですね、いくら警察が捜査しても、動機も見つかりませんと、なんで刺したのか供述を取っても言わない、もうわからない、なんで刺しても自分覚えてないっていう風な犯人なんですよ。で、これがですね、警察の内部には、霊視とかですね、犯人を見つける特殊捜査部隊みたいなのが実はいるらしくて、そこに、調査を依頼した結果、これ判明するんですよ。これなんと、刺してしまった男性のおじいちゃんがですね、殺されてしまった女性のおじいちゃんに殺されていたと。ということで、その当人同士は面識もなく関係ないんですけど、そのおじいちゃん同士で因果があったということで、それが回り回って、何かこう、殺してしまう衝動に駆られてしまったというような事件がね、こう実際あったんですよね。で、これってやっぱ政策、捜査の中ですごいトップシークレットのことですし、まあもう未解決というかもうそれはね、終わった話なんで、今更掘り返せることもないんですけども、なんでそれを僕は知ってるかというと、今でこそ東京で YouTuber やってますけども、東京に来る前は大阪で営業の仕事をしてたんですが、その時に、政府関係者と名乗る人物がですね、僕の顧客にいまして、その人物からいろんなことね、裏側をこう聞いてた。まあだからそもそも、都市伝説が好きなんで、そういうこといろんなことを聞いて、あ、そんなこともあるんだと思ってたわけですけども、そういう話をさせていただいて、今仲良くなってる経緯がございます。はい。なんで、やっぱりね、出会いを大事にしたいということで、まあ、政府関係者の話を今日も、新しいの持ってきました。わぁ、嬉しい。ありがとうございます。これね、この前、小焼きスタジオの話ね、ものすごい再生数を叩き出したので、これぜひね、日頃は、モーモーさんのよくわからないオカルトしか聞いてない皆さんも、全体で発信してますんで、僕個人も、いや、僕個人だけじゃなくてですよ、七不思議でも出してますんで、僕個人の変な話じゃないんで。あ、そうです。作家さんにお金出して、書いてもらって。いや、そんなことやってない。そんなことやってないですよ。関口健人さんも言ってましたよ。リサーチャーについて弁明のやつも。なんで来ないんですよ。確かに、はい、ということでですね、はい、ちょっと都市伝説よりはちょっと怖めの話をするんで、皆さんぜひ楽しんで最後に聞いてくださいってお話でございます。はい、まずですね、ノブさんと僕ね、年もちょっと近いんですけど、仲良くなったきっかけドラクエ5だったりするんですけど、ね、だから他にもアニメとかもたくさん好きなんですよ。だそういうことの話がするんですけども、皆さん、ね、よくね SF の漫画とかアニメで登場するんですけど、脳みそだけのキャラクターっていますでしょ。あ、こうパッと誰出てきますか、脳みそだけのキャラクターって言われる。脳みそだけ、はい、パッと僕は浮かびましたけど、浮かびました。脳みそってどんな形だっけ、はい、そっからちょっと怖いんですか。まあ、脳みそだけのやつはなんとなく浮かびますね、はいはい、僕は、はい、アキラですね。まさにアキラもそうですよね。そうですね、アキラですね。モモさん、いや、アキラだよね。アキラですよね。アキラだ。すごい、エビンオールで。ボケで真ん中いるのきつい。
これはちなみにマモーとかですよ。あ、ルパン三世のね、マモーね、はい、はい、映画のキャラクターもいますし、うん、あとですね、東野くんと僕の好きなサイコパスのしびらシステムという、コンピューターが実は脳みそだったっていうオチもありますし、あとミュータントタートルズもね、クランゲも、脳みそだけのキャラクターですし、もう今画面出てると思うんですけど、めちゃくちゃいいです。脳みそだけのキャラクターがね、例えばゲームなんかでしたらグラディウスのね、ボスも技を込めてる。あ、そうでしたね。世代ですね。そうです。めちゃめちゃその世代です。そうなんです。だから脳みそだけのキャラクターって昔から認められているんですけど、はい、これじゃあ人格として人として認められるかどうかっていう法律的なところ問題になると、はいはい、今政府はこの脳みそだけということに対しても人権を与えようと動いているそうです。意味わからなくないですか。どういうことですか、ね、はい、つまり脳みそだけでも、まあ、市民権があるというか、まあ、住民票取れるよっていう状態がある、そう。じゃあそもそもですね、人間って何をもってして人間なのかということなんですけど、まあ、法律上人間は自然人とされているんですね、脳活動を示せばじゃあ培養されたところで脳みそだけあってもそれって自然人なんだろうかという問題にこうなってくるわけですよ。じゃあなぜこれを、今法改正したいかということなんですけども、まずクローン技術の台頭というところですよね。はい、まあ、クローンってもう未だに、SF の中にも出てきますし、漫画にも出てきますけども、結構もう皆さん身近に感じてるんじゃないんですか？もう実際に2002年12月27日に、アメリカのある宗教団体がクローン人間1号である女人のですね、誕生を公式に発表しております。ただ発表されてないだけで中国とかもね、噂によるとクローンをたくさんも作る技術がありますとかいうことあるわけじゃないですか。よくね、SF 系の漫画とか、まあ、ワンピースもありますよね。クローンをたくさん作って兵器にしたりとか、はい、いろんなことがあるわけですし、自分の愛する人をクローンを作って残していこうっていう。まあ、実際に最近ではペットなんかをね、クローン残してっていうことがね、結構のお金を出さなきゃいけないんですけども、実現可能になってきてるわけです。じゃあそこってじゃあ人権というか、人間としての証明を得れるのかっていうことに、まあ、なるわけです。はい。で、今さらにですね、ゲノム編集っていうのが、確立されていますよね。うん、ゲノム編集ってわかりますか？ゲノム編集パッとね、はい、言われて我々はね、即答はできないですね。そうですよね。結構時間かかりますね。インターネットを駆使しないとね。うん、ね、リサーチャーに調べさせない。そうです、ね、リサーチャーにお願いしない。映像編集にちょっと近しいものだと。そうですよね。映像編集では違うんですけど、ね。でも、映像編集も分かりやすく言ったら、じゃあ長い動画30分回しました。まあ、じゃあその真ん中の10分ぐらいはちょっとだれちゃったんで、もう削りますときに、ここ真ん中をくり抜いてパチッてこう繋げたりしますよね。はい。はい。ちょっと滑っちゃっても面白く効果を足したりして、なんとかしますよね、これ。してますよ、これ、俺はもう。してますよ、これ。もう今も笑い足されてる。それがもう大げさに入ってます。今日一テンション上げてる。そうそう。まあ、というようにですね、人のですね、DNA とかそういうものも、ゲノム、言うたら、それを編集できると。設計図があるわけです。人の形を作っている、はいはい。それを編集することによって、めちゃめちゃイケメンに育つと。めちゃめちゃスポーツ万能になります。みたいなことができる。これをゲノム編集と言います。まあ、もちろんプラスの要素だけじゃなくて、まあ、ちゃんと五体満足な子で生まれてくるようにってことで、ゲノム編集をしたりとか、病気になりにくい体を作るっていうことの目的で、今これをやっているんですけども、これってでもね、最初こう主流になるまでは、やはりお金を持った人だけがこの編集をできるってなってしまったら、またまたこう格差が生まれるんじゃないか、うん、そういう問題も今たくさんはらんでいるんですね。はい。じゃあ次にさ、このゲノム編集ができるようになったら、どういうことができるか。これ、昆虫との混同。これ、ね、テラフォーマーズって読んでありますか？テラフォーマーズや。はい。そう、まさになんですね。地球にもしかしたらこう住めなくなるかもしれません、今後ね。そしたら今後、違う惑星に移住しますってなった時に、で、どこ行くねって言ったら一番近い火星が有力であった。はい、その時にテラフォーマーズというお話の中では最初にですね、ゴキブリと苔を送るんですね。はいはい、そこで、酸素を増やしたり、ゴキブリが黒いから太陽光を得て、その熱を発するみたいな。こういうことで送り込むんですけども、昆虫の機能を持ってなかったら今後の新地で生きていかれへんっていうふうに言われてるんですよ。結構過酷な自然でも生き残ってるわけですね。実際に昆虫は。まあ、例えば、オオスズメバチとか言いますと、毒ももちろん耐性でありますけども、強い顎の力みたいなのがありますよね。あとですね、クロカタゾウムシっていうのがいるんですけど、日本のね、これ八重山諸島に、生息する、最強の防御力を誇る昆虫なんですよ。これどれぐらい防御力あるか分かります？まあイメージだとなんかね、防御力
踏まれても潰れないぐらい、うん、そうなんですよ、はい、これねすごくて靴で踏まれてしまっても耐えるという防御力は昆虫界最強すごい、ね、鳥類に捕食された後も、はい、その防御力によって耐え切って糞と一緒に排出されて生き返ります、そう強そうめちゃくちゃこれはルカなんかけないと倒せないといけないです防御力を下げないそうなんですねかけまくらないとねルカなのねはいでこれ皆さん知ってますよねクマムシはい。これ150度を超える高温、絶対0度の低温だろうが、真空から高圧だったとしても耐え、宇宙空間であろうが生存できる。すごい。これまさに今人類が欲しがっている能力ですよね。だこういうことを、なんかこうゲノム編集じゃないですか、こう、自分の中に昆虫の力が備わったら、火星でも生きていけるかもしれません。何か災害があって、例えば電気が止まって、冬場でもめちゃくちゃ寒いですと、もう0度になってます。それでも耐性がついてたりとかしたら、生きていけますよね。はい、そういうふうなことを研究を、政府が大真面目にやっていると。それはなぜかというと、簡単に言いますと、地球滅亡へのカウントダウンが始まってるからです。うわぁ、怖い話になってきた、はい、これ実際にですよ、実際にこれ滅ぶわけないやんって思ってる人もいるかもしれませんけど、これね、50億年後には、僕の地球が太陽に飲み込まれます。はいはいはい。これ時点ではもう、助かるすべなくないですか？おぉ。はい、50億年後には地球そのまま長くなってます。ほら。50億年後でそんな生きてへんがなと。しなさい。まあ、それはちょっと先すぎるんで、もうちょっと身近なところで行きますと、はい、じゃあ人類滅亡までね、あと10年って言われてるんで。いや、身近になりすぎ。そう、身近に急にバーってなるんですよ。50億から10の落差。そう。これもね、結構言われていて、これなんでかっていうと、これ地球温暖化なんですよ、やっぱね。これね、地球温暖化という言葉は皆さんね、学校でも習ってきたいと思いますけども、今年から変わりました。地球沸騰化。沸騰ですよ、もはや。これどれくらいすごいかというと、10年後にはなんとね、1.5 度上昇するというふうに言われているんですけども、実際ですね、2023年7月、今年ですね、今年の7月の世界平均気温は、過去最高記録を更新してるんですね。はい。この結果によりですね、いろんな問題がはらんでるんで、まあ、一般的に言われてることはちょっとセミ省きますけど、今日はね。はい、皆さんがあんま知らないであろうということだけ言いますと、はい、海水ありますね。海水の酸性化が進むということなんですって。海水の pH はですね、一般的に弱アルカリ性なんですって。うん、二酸化炭素を、多く含んだ、海水が溶けていって、どんどん、海に流れ込むと少しずつ酸性化しちゃうんですね。うん、はい、その結果、炭酸カルシウムでできた、その、甲殻類とかね、そういうものがどんどん溶けたりしてて、個体数が減ります。うん、じゃあ、それを食べている魚など、減ります。生態系が海から崩れていくんですよ。なるほど。はい。そういう風になるとですね、どん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 地球の環境自体が変わってきちゃうよと。その結果、海面上昇、メタンガスがたくさん、溢れてしまって、紫外線がバンバン入ってきたりもしたりもしますと。はい。この時点でもかなりやばいよね。1.5 度上昇するだけでこんだけ変わるんですよ、地球は。やばい。はい。じゃあ、そうなった場合、間に合わへん。もう10年先とかあった。もう今から50年まである、あ、50億年まであるんだったら何とか対策しようって思いますけども、10年しかない。もう一瞬ですよ、気抜いてたらそんなのは。じゃあどうするかって言ったら、冒頭の話に戻ってくるんですけど、はい、脳みそなんですよ。なるほど。じゃあ今実際にですね、月に行った、アポロの宇宙船ありますよね。あの時のコンピューターってバカでかいわけですけども、あの時のコンピューターって今のファミコンとかスーファミぐらいの容量しかないっていうじゃないですか。スペックが。そう、それはどういうことかというと、大きかったものがどんどんちっちゃくなるんですね。じゃあスマホどうですか？昔はバカでかい電話でしたけども、それ今こんなちっちゃいじゃないですか。で、どん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  IC チップとかも小型化していきます。これどういうことかと。人間も小型化していくという流れなんですよ。そう。じゃあ人間を究極まで小型にしたらどうなるか。つまり、脳みそだけなんですよ。そこまですれば、宇宙船とかいろんなところに環境に耐えるものを作って宇宙にさえ飛ばすれば、生きてはいける。あとはメタバース空間の中で生活してくださいが成り立ってしまうかもしれない。こうなることを予想して、今、日本政府は動いて、まあ、世界はそういうふうに動いているんだよということが僕が仕入れた政府関係者のお話でございました。うわぁ、そうなんですか。いかがでしたでしょうか。ちょっとね、なんか便利になると思いながらも、聞いてたら脳みそだけになるって怖さもありますよね。
確かに。そう、ちょっと俺は一番こうオカルトの中で怖いのは、こういう現実的にあり得るいう話を聞いちゃった時なんで、確かに話させてもらいました。これは怖い。怖いわ、うん。いや、なんか、そうなってしまっても成立してしまう世の中が訪れるかもしれないってことですよね。そうです。そうなった時に脳みそだけで誰かを愛すこととかって人間ってできるのかなとかちょっと思ったりします。まあでも、所詮その感情も0と1の電気信号で表せられるらしいので、そうなんですね。そう思ったらね、なんか、記憶っていうものはもう脳みそもいらないかもしれない。クラウド上にサーバーに預けとけば無限に生きてるってと。わけわからへんねんもうね。人情味とかがそういうのとかも関係ない世界になっちゃうかもしれない。結局恋愛っていうのも子孫を残すためにそういう感情が働くわけですよ。人を好きになったり、はいはいはい、じゃあ脳みそだけになったら子孫を残すっていう発想がなくなるので、うん、性欲なくなるかもしれません。確かに。性欲なくなんねや。それはきついなぁ。きついか。いや、性欲欲しい。じゃあ、やっぱ脳だけの世界は脳ですね。お、来た。うん。仲良し。いやいや。猫からこうやってじゃれやってるか、お前。いや、すごいお話ありがとうございました。めちゃめちゃ考えるもんね。じゃあ、終わる雰囲気ですよ。終わる雰囲気ですよ。だから、うちの相方もすごいの喋りますから。喋る。まだですよ。で、あと、奈良不思議チャンネルでご覧の皆さん、ぜひね、コアキースタジオ、こういうですね、はいはい、いろんなところ取材してきた、都市伝説を喋ってますので、ぜひ、チャンネル登録しに来てください。お願いします。ありがとうございます。お願いします。お願いします。では、本日もありがとうございました。はい、まだある。まだあるんですよ。シフトとかあるんですから、ね、シフトは。でもね、さっき人が怖いみたいな話とか、そういう制作が怖いみたいな話ありましたけど、僕も最近怖いことがあって、これ多分流せないんですよ、正直。流せない話なんで、もうカットしてほしいぐらいなんですけど。無理やり終わらされるよ、これ。そう。何かっていうと、初耳怪談、はい、あれでしょ、はい、あれね、はい、最近ね、コエッキーさんにはオファー来るんですよ。俺だけ来ないんですよ。あれ怖いっすよね、これね。マジっすか。そうなんですよ。おかしいなと思って、最初は2人で呼ばれてたんですよ。はい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 、でもなぜか、はい、俺へのオファーある時からなくなったんですよ。なんでやろうと思って。めちゃくちゃ怖いですよ。初耳だしね、その話自体。我々もね、初耳だし、もう本当に初耳怪談だなと思って。オファーがね、もしかしたら、ね、あの、カルさんいるじゃないですか。ですね、あの人はもっと金髪で僕似てたんですよ、金髪の時、はいはい、だから多分僕髪戻したんですよ、はい、金髪からこうやって戻したから、はい、多分川口さんと間違ったオファーを受けてたんやなと思って、はい、そうだから初めて出た時川口さんおらんかったんですよ。いなかったですよね。そうそう、あだから間違ってオファーを受けてたんやなと思って。でもね、あの川口も最近スタジオほぼ呼ばれてないです。じゃあもう間違ってクビになったかもしれない、川口さんの代わりに。どういう関係性の間違いなの。まあね、そういうことを思ったわけなんです。あ、そうなんですね。じゃあ終わりかい。ちゃんとありますか。おー、よかったよかった、ありがとうございます。ちゃんとあるんですけど、はい、まあ、僕もね、あの普段チャンネルで怪談を話してるわけじゃないんで、はい、なんかあったっけなっていうこともね、やっぱね改めて考え直してみたんですよ、はい、まあでもやっぱあんまないなってなったんですけど、うんうんうん、でもそう考え、うん、その明らかな心霊怖いみたいな体験ってほぼないんですけど、はい、ただこれ僕最近自分のところのチャンネルで石川五右衛門についてめっちゃ調べた時あったんですよ。これ伏線回収してるんでしょうね。そう、うん、でこの石川五右衛門の関する、まあ、話じゃないかもなっていうやつがあって、うん、まあ、というのも、まあ、僕京都の大学行ってたわけなんですけど、うん、まあ、その時、まあ、友達がわずかながらいたんですね、うん、でその実体、うん、その女の子の友達がおったんですけど、うん、その子実体験やっていう話なんですけど、うん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 、これどういう話かって言ったら、あのその女の子はあの僕と違ってパリピ側の人間やったんで、あの合コンに行くんですよ。はい、俺は行ったことないんですけど、行ったことないんです。はい、でもこの合コンに行って、あよそういう話をもうよくしてくれとったわけなんですよ。はいはいはい、で聞いてーって感じでまた合コンの話をしてくれるわけなんですけど、うん、まあ、なんかどうやら聞いてたらなんかおかしいと。うん、まあ、でもそこでまず、まあ、合コン行きましたと。うん、で行ったら、まあ、まあいい感じの男の子がおったらしくて、でまあ季節も秋口やから、うん、その合コンから終わった後、二人であの鴨川の等間隔のうちの一人になろうと。ああ、そうですね。有名だよね。そうそう。でもここでもう一緒に並ぼうと。はい、まあ秋口やし、まあなんかもう
あのね、京都の学生絶対やりたいんですよ。やりたいんで、まあまあ、もう何度やんねんっていうくらい多分やってるんでしょう、みんな。まあでも、まあその子たちも例に漏れず、もう二人でその合コンが終わった後に行きましたと。で、まあめちゃくちゃいい雰囲気になって、まあでも、飯食って、まあ鴨川に行った後やから、まあ時間は遅いんよ。まあもう23時ぐらいで、まあもうほぼほぼ終電だよねっていう時間になって、まあどうしようかなと思ってた時に、まあその男の子が、やっぱ家呼んでくれたってなったから、あ、もう今日は、行こうと思って、まあ、行くことにしたわけなんですよ。で、あ、もうこっからどうなるんやろうな、ドキドキみたいな感じで行くわけなんですけど、まあ、電車乗って、で、移動して、で、家向かうわ、で、こっからすぐなーって言ったら、結構すぐって言って、まあ、それなりに、なんか歩かされたらしいんですよ。そう、なんか15分、20分とかでも歩き出して、そう、あ、結構これ時間経ちよったな、みたいな。で、なんかだんだん男の子も口数減ってるんですよね。ほう。でも、もう終電終わってもだから、この空気で行くんちょっと嫌やなと思いつつも、まあ、ちょっと男の子についていくしかないと。で、もうその、上賀茂神社っていうところがあるんですけど、まあ、そこにまあ通りかかるぐらいの道のところで、男の子が急に倒れたらしいんですよ。えっと。で、さすがに女の子もめっちゃ慌てるんですけど、大丈夫大丈夫みたいな。そんなお酒飲んでないし、で、なんでなんみたいな。倒れたから大丈夫か大丈夫かって男の子が、熱い熱いで、なんか寝言のように、ブツ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 言ってるらしいんですよ。全く目を覚まさんと、最悪やと思いつつも、もう目の前で倒れてもうたからしゃあないから、これ救急車呼ぼうって、救急車呼んだんですよ。で、結局、救急車で運ばれて、まあなんか分からんけど、まあ、突然倒れたんやね、みたいな感じになって、で、結局その男の子、まあ、翌朝目覚ましたわけなんですよ。で、翌朝目覚まして、何も覚えてへんみたいな。正直、鴨川に行ったまでは覚えてるんやけど、その先のこと何も覚えてないって。おかしいよ。おかしいと。え、私のことを、誘ってくれて、みたいな。誘ってくれたとは言わなかったけど、家行こうっていう話になって、みたいな。ああ、そうやっけ、みたいな。ね、これ、怖ないっていうことを言われたんですよ。俺は、これただの酔っ払いのザレ事やと思ってたんですよ。正直、その、当時聞いた時は。でも、これ、石川五右衛門について僕最近調べた時に、あの人、実は、京都の、河原町だから今の三条大橋のあたりで、釜茹でにあったらしくて。そうなんや。そうでした、ね。そう。ってことは、鴨川の等間隔のところって、多分処刑場の上にみんなイチャついてるわけなんですよ。なるほど。そういうことになるんですね。そう。じゃあ、その男の子が熱い熱い言うとったん、ワンチャン石川五右衛門の霊が乗り移っとったんちゃうんかって思って最近気づいたんですよ。なるほど。っていう話です。面白い、ありがとうございます。確かにね、そうだわ、すごかったんですよね。確かなんか茹でられて一句読んだんですよね。そう、一句かなんかを読んだってなって、絶対嘘やと思うんですけどね。正直みんな余裕なやついないですから、茹でられて、いやね、熱されてるからね、熱って感じだから、熱って言うてるのに一句読んだっていうのは僕聞いたことがありますいやでもその熱い熱いっていうのはね、なんかワンちゃん本当にトヤ君言ってたみたいに可能性ありますよね。そうなんですよね、土地が覚えてる記憶。やっぱ京都盆地やから熱いもんな台無しの一言じゃないですか。秋ぐらいの話だ。涼しく涼しい。いや俺トヤ君はちょっとオカルトの話を最後まで言い切ったことが俺ちょっと感動しちゃってなるほどね。二人がね、二人喋ってるオカルトみたいなカスみたいなこと言ってます。俺はなんかもうあっぱれすぎて、それがそう思ったら五右衛門でしょ。あっぱれ五右衛門マッキーネさんあったの昔ね。まあまあまあ、こういうの結構いろいろ種類ある中で、小屋さん今それ選んだやつマッキーです、ね、マッキーです、ね、覚えてますか、はい、覚えてますけど結構出てますよね。雪姫救出今そうですよ、ね、最初のね五右衛門マッキーネスね。ありがとうございました。ご縁もない話でありがとうございました。ということで、はいはいはい、今回ですね、小安さんとコラボさせていただいているので、はい、小安さんの方にも我々出させていただいております。はい、見てください。はい、していただいて、両方登録してください。お願いします。お願いします。またいろいろと今後ともよろしくお願いします。お願いします。お願いします。小安キースタジオのお二人でした。どうもありがとうございました。またねー。